皆さんこんにちは、絵本作家の星名拓夫です。はい、というわけでございまして、今回はですね、絵本作家星名拓夫のしゃべりたい絵本作家12人目でございます。さあね、何かこうあっという間に12人目まで、来たような感覚は僕にありますけれども、12人目でございます。さあさあ、これまでもね、いろいろな絵本作家さんについて、いろいろと喋っておりますが、この企画はですね、絵本ではなく絵本作家さんの方に焦点を当てて、僕がまあ独断と偏見で、好き勝手に、その絵本作家さんについて喋ってみようという企画でございます。が、12人目のしゃべりたい絵本作家さんはですね、鈴木浩二さんでございます。さあ、鈴木浩二さんね、もう言わずと知れた大絵本作家さんでございます。現役の絵本作家さんね、鈴木浩二さんはですね、どうして僕が喋りたい絵本作家で、ちょっと鈴木浩二さんについて今回喋りたいなと思ったかっていうと、まあ過去にもたくさんの絵本作家さんについていろいろとおしゃべりしてきてますけれども、会ったことある絵本作家さんってそんなにいないんですよ。瀬名恵子さんは、一度お会いさせていただいたかな。まあ、他にも何人かいらっしゃるんですけれども、喋りたい絵本作家で喋、った絵本作家さんの中で会ったことあるのは今までは瀬名恵子さんぐらいしかいなかったんですけど、鈴木浩二さんはですね、僕一度お会いさせていただいて、ちょっと おしゃべりもさせていただいて、それこそサインもしていただいたことがあって、それがですね、もう2006年なので、もう15年前ですね、渋谷にある画廊で、展覧会をされている時に、見に行って、そしたらですね、もうたまたまなんですけど、他にいらっしゃらなくて、でなんかスタッフの方は多分いらっしゃったと思うんですけど、まあ奥の方、奥にいらっしゃったのか、鈴木浩二さんがですね、ポツンと真ん中でちっちゃいテーブルでなんか絵描いてたんですよ。で、作品は周りにね飾られてて、で あ、鈴木浩二だと思って、なんかその日いるっていうのはなんとなく知ってて行ったんですけど、もっとたくさんいらっしゃるかなと思って、たまたまだったんですけど、本当に一瞬ね、一人の時があって、そこにたまたま僕、行った時に本当に二人きりの瞬間が本当にね、10分ぐらいですけどあって、で絵本をにサインをしていただいて、少しね本当にたわいもない話なんですけど、おしゃべりをさせていただいたんですよ。まあもちろん全然鈴木浩二さんはもうそんなことをもうね1秒も覚えてないと思いますけど、僕の中ではすごくこう鮮明に覚えてて、絵本作家さんもね、時にこう絵本をこうの原画展とかされてますけど、イベントでライブペインティングするとかはあるでしょうけど、なんかねもう本当に鈴木浩二さんは多分息をするように本当に絵を描くのが当たり前なんでしょうね、生活の中に。だから本当に別に人がいようがいなかろうが真ん中でこう本当に普通になんかね絵を描いてて、それこそ絵の具も使ったりとかして、筆も使ったりとかして、もう手とかもなんかこう汚れながらなんかねさーって描いてるんですよ。なんかお客さんもいないのに、もうそれが本当に当たり前、日常生活というか生きることがもう絵を描くことになってる方なんだなっていうのを本当にその瞬間に強く思いました。だからすごくかっこいいなと思ったんですよ。なんか僕が例えばですよ、なんか原画展とかなんかこうねイベントやった時になんかお客さんもいないのになんかねパフォーマンスみたいに絵描くなんて僕はなんかしないかなとかいう風に思ったりなんかして、なんかねそれをがもう本当に絵を描くことが生きること、生きることが絵を描くことになってる、もう本当にそういう方なんだなっていう風に
すごく今も鮮明に覚えてますね。で、まあ、その時にあの絵本にサインを書いていただいた絵本がこれなんですよ。芋づる式物語ってね、これまあ絵本というか短編なんですけど、鈴木浩二さん絵本たくさん出してらっしゃって、まあ、もちろんあの有名な絵本もたくさんあるんですけど、なんかね今日はこの一冊だけしかまあもう紹介しないというか、僕本当に他の絵本もたくさん持ってるんですけど、あえてこの一冊、まあ思い出の一冊っていうのもあるんですけど、なんかねこの芋づる式物語ってそんなに有名じゃないんですけど、まあ短編なんで絵本っていうかこの一つのストーリーの絵本とはまたちょっと違う形の絵本なんですけど、うん、これはね僕の中では本当にそういう思い出にも残ってるんだけど、鈴木浩二のなんか絵本絵、それからこう物語の作り方というか、なんか考え、多分頭の中、僕の中ではなんか集大成なんじゃないかなっていうふうに勝手にね、僕の中ではですよ、すごく思ってる作品なので、なんかぜひねこれをなんか手に取ってご覧いただきたいなっていうふうに思ったので、今日はもうこの芋づる式物語一つしか絵本は紹介しないですけど、まあ、鈴木浩二さんについてもうちょっと喋っていきたいなというふうに思ってますが、鈴木浩二さんはですね、静岡の出身なんですよ、だったと思います、静岡。それで高校卒業後に上京して、親戚の、ね、料理屋さんの2階かなんかに、住んでて、で絵をねこういろいろと描いたり、なんか学校には行ってないと思うんですよね、まあでもだからそれがもう画流というか独学というか、なんかそれもかっこいいんですけど、でいろいろなこうつてをがあって縁が重なってイラストレーターとして活躍が始まります。でその何年か後に絵本もこう出していくんですけど、やっぱりねなんか絵本作家でありながらもう生き様がもう絵描きなんですな。多分絵本というのはもう一つのこう表現のただの一つなだけで、別に鈴木浩二さん自体は絵本作家というふうに自分のことを思ってないんじゃないかな、うん、まあもちろん絵本作家という側面もあるけれども、もちろんイラストレーターであり画家であり絵描きであり、鈴木浩二がの肩書きはもう鈴木浩二になってるような、うん、なんかそんな風に思います。絵の描き方っていうのもコラージュであったりとか、画材もアクリル使ったりとか油絵の具使ったりとかクレヨンとか色鉛筆とか本当いろんなものを使って、時に修正器みたいなものも使って、一つの絵を作り上げていく、それがもうできた絵が鈴木浩二、うん、なんか僕なんかも絵を描くときに、僕なんかはなんかこう不透明水彩とかをよく使うんですけど、なんかこう画材を使うことで、一つの画材に絞ることで自分の絵を確立していこうというふうになんか思ってるところは確かにあるんですよ。まあ、他の作家さんだったり絵を描く人なんかはやっぱり自分に合った画材で自分に合ったの絵というものを確立するのに、一つのこう画材とか絵の描き方というのになんかこう固執するというか、それを決めることで自分の絵になっていくんだっていうふうにふと思ってると思うし、まあ僕もそういうところはあるんだけど、鈴木浩二さんに限ってはどんな画材を使おうが、どんな手法を使おうが、最終的にできた絵がもう鈴木浩二の絵になってるんですね。うん、それが結局絵本という形になった時に絵本になるだけで、イラストになった時にイラストというふうに言われてるだけで、鈴木浩二さんも本当に生きながら息をするように絵を描いている、絵を描かないと息をしてないことと一緒なふうに僕は思ってます。まあまあそんなようなこともいろいろなこうインタビューであったりとかテレビ番組とかね、そういうのでも言ってますし、まあもう年齢も結構いってらっしゃいますし、まあ最近はそんなにコンスタントに絵本を出したりとかもしてませんけれども、作品というかこう生き様というのはもうずっとこう示してる方ですから、なんかぜひねこう絵本に限らず鈴木浩二さんの作品というものに、それからまあこんな言い方はとっても失礼かもしれないですけど、もしかしたらもう本当にそんなに残りの人生もそんなに長くない
方なのかなというふうに僕なんかは少しちょっと思ってます。もう本当に大変失礼な言い方かもしれないですけど、確かね、もう片目も見えてなくて、もう片っぽの方もほぼほぼこう見えてなかったりとかして、うん、なんかこう絵を描くということに、もうこう自分の中でも期限があるんじゃないかっていうふうにね、思ってらっしゃるんじゃないかなっていうふうに僕は勝手に本当に思ってるんですけど、だからこそなんか今のリアルのタイミングで鈴木浩二さんの作品、まあ、今回はもうね、絵本に限らずですけど、今出し続けている表現し続けているこう作品なんかにもぜひこう鈴木浩二さんをなんか追っかけて、見てほしいなと思うし、まあ、僕は追っかけていきたいなというふうに思ってます。まあ、そんなわけで今回はまあこの1冊しか、ね、絵本の方はご紹介できなかったですけど、ぜひぜひね、鈴木浩二、うん、もう全身絵描きのね鈴木浩二さんについていろいろとなんかこう作品を見てみたりね、していただけると嬉しいなというふうに思ってます。うん、もう出会ってから、出会ったというかまあまあ、面と向かってお話しさせていただいてからもう15年、経ってますけど、僕はもうその15年前の本当にたったもう本当に3分4分ぐらいしか喋ってないけど、二人っきりのあの空間でちょっとだけ喋ったあの日をきっと忘れないなというふうに思ってます。それぐらい人間鈴木浩二というものをバチンとこう見せられたというか、うん、なんかそれはすごく僕の中での思い出の日になってますね。まあ、なかなか叶うかわからないけど、リアルで今のタイミングでどこかでなんか、またお会いしておしゃべりできる日は来ないかななんていうふうにも、少しね淡い期待を込めて今回はしゃべりたい本作家として、鈴木浩二さんについておしゃべりさせていただきました。さあそんなわけでございまして、次回は13人目ですね。またどの方にどの方についておしゃべりしようかなといろいろと考えたいと思います。ぜひぜひ、リクエストとかねコメントなんかもいただけると嬉しいなと思います。さあそんなわけでまた次回お会いいたしましょう。絵本作家星名拓郎でした。バイバイ。